なくてもわかるな。私も派手に負けちまったけど、俺は諦めてないから。もっと強くなるから。過去の自分を絶対超えてやるから。まだ白星。楽しいだね。まあ正直と言うと、次の挑戦者になるなんてちょっとびっくりしたんですよ。だってしばらくベルト挑戦してないし、最近はさ、イブシさんと組んでるから、まあどうしようもない。おから、自分で決めたから。そしてお前の言った通り、去年の大阪城ホールのドミニオンは60分ドローでした。それは直さないとね。自分でもそれをまあ直したいんです。どっちの方が強いか、どっちの方がスタミナがあるか、どっちが本当のチャンピオンか、それはドミニオンで決めたいんです。 For all the fans that believed in me, thank you. The journey is not over. And this maybe will be my biggest, most difficult match yet. But we always make magic at Dominion. We always make magic at Osaka Joe Hall. And this year,I'm gonna bring the best out of you, Okada, and you, once again, without a doubt, will bring the best out of me. I'll see you there. Goodbye. Good night. Bang. To the record-breaking IWGP Heavyweight Champion of the World, V12, baby. Thank you. Otsukaresama deshita. Kanpai! Congratulations! Champs!Champ! Champ! 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 I love you, bro. Oh, thank you. I love you. Okada 選手、防衛おめでとうございます。ありがとうございます。V12 という新記録、今どのように感じているでしょうか。いや、正直自分では興味ないと言いつつ、何かあるんじゃないかなと、それが達成できた時に何かあるんじゃないかなと思ってましたけども、何もなかった。ただ防衛戦の一つだった。でもね、棚橋宏、なめてましたけど強かった。あの棚橋宏に勝ててよかったと思います。リング上でも棚橋選手の強さ認めてらっしゃいましたが、これまでの IWGP をかけての戦いとは違う部分がありましたか。違ったね。やっぱり最後に、最後の方になってはもうベルトへの思いだったんじゃないかなと、思います。あんなにしぶといと思ってなかったっていうのはまずありますね。きつかった、本当にきつかった。そして次の防衛戦の相手として岡田選手からオメガ選手を指名しました。3本勝負という提案ですが、改めてそれについてはどのように感じますか。そうですね、まあ
去年ケニーと東京ドームでやって勝って、大阪城ホールでベルトかけて60分引き分け、まあ G1 でやりましたけど、ケニーが勝って、まあ1勝1敗1分けですか。まあ別に俺の中ではその1勝1敗1分けというよりも、あの大阪城ホールで続きでしっかりあの時見てくれてたお客さんにね、エンディングというのを見せたかった。だから僕の中では時間無制限一本勝負でいいんじゃないと思いました。まさかね、その後ケニーが3本勝負そんなこと言ってくるとは思わなかったですから、もう俺が時間無制限一本勝負、ケニーがそれを飲んでくれるんであれば、俺は3本勝負飲んであげようと思います。まあそういう3本勝負っていうのは過去にあったんですかね、 IWGP の歴史の中で。まああろうがなかろうが素晴らしい試合を見せて、せっかく V12 新しいチャンピオンっていうのをこれから見せていかなきゃいけないんでね、しっかりこの新しい誰もが認めざるを得ない最強のチャンピオンをまずは大阪城ホールで見せてやりたいと思います。ありがとうございました。代表質問以上です。